国際女性同盟は国際的な非政府組織で世界の女性の人権、特に女性のエンパワーメントと開発問題さらにより広く男女とも産がに注力する。設立当初は有数の国際的な女性参政権組織であった。その後、重点を広く人権全般へと拡大。現在は世界各地の加盟団体が50兆、会員数百万人を数える。 現在、国連代表として、ニューヨークで活躍するスーミアングユンは、女性の地 NGO 委員会委員長職と NGO 会議第一副会長を兼務。日本では、日本婦人有権者同盟が加盟していたが、2016年4月、日本婦人有権者同盟は活動メンバーの減少と高齢化により解散した。1919年の会議で、 フランス大統領を表敬訪問した各国代表。和平会議出席を申請する狙いがあった。この分野において、世界で最も早く活動を始めた団体であり、最大規模で影響力の最も強い。創設当時の故障は、国際婦人参政権同盟、言い忘サと言い,い、世界中から集まったマリー・ストリット、ミリセント・フォーセット、キャリー・チャップマン・キャット及び、 スーザン・ビー・アンソニーほかフェミニストの代表が女性の賛成形を求めてキャンペーンを行った。なお在任中に初代会長ジャップマン・キャットがアメリカで女性有権者リーグを創設。公用語に英語とフランス語を採用する理うの基本原理はすべての女性と少女が十分に平等に人権を追求することにある。 1926年に非政府組織として最高位に、ある国際連盟と強い絆を築くと、1947年に国連経済社会理事会で一般議決権を得た第四の組織となる。また欧州評議会にも参加権を有し、代表を国連本部、国連事務所、ユネスコあるいは食料農業機関、欧州評議会に置いている。さらに、 アラブ連盟や湾岸諸国会議にも代表を送り、ヨーロッパ女性ロビーでも影響力を発揮。組織代表のジョアンナ・マンガナラは、国連代表団長を務める。組織のシンボルカラーの黄色は、女性の権利や、女性普通選挙権を象徴する。イーワッサ共同創設者、マリー・ストリットは、ドイツのフェミニストイーワッサ共同創設者で、代表のミリセント・フォーセットは、 イギリスの経済学者、女性参政権運動家1904年に、ベルリンで設立後、会議は、コペンハーゲン・アムステルダム、ロンドン、ストックホルムとブダペストで開かれた。フランスの女性普通選挙権運動を代表する、フランス婦人参政権組合を、ロンドン会議で正式に承認した。また独自の月間雑誌、ジャス・サフレギを創刊。ミリセント・フォーセットの喚下を受け、 当初はエミリン・パンクハーストが唱えた女性普通選挙運動に対する戦闘的な姿勢を認めず、1906年のコッペンハーゲン会議でベスプー加盟を否決している。組織名は1920年代後半に国際女性参政権同盟に変更、1946年に現在の名称である国際女性同盟に改称する。初代運営陣を構成したのは、 キャリー・チャップマン・キャット会長以下、アニタ・オーグスパーグ第一副会長、ドノバン・ボールデン第二副会長である。EU 初代会長、キャリー・チャップマン・キャット国際婦人参政権同盟の象徴を示すプレート。右手に計りを下げる正義の女神とモットー、ジャス・サフレに、3年に一度、加盟団体の母国で国際会議を開催し、代表選挙を行う。現在の連盟代表で、 国連主席代表は、ジョアンナ・マンガなら。執行理事会理事20名の構成は、事務長、監査役、主席副会長の他地域代表副会長として、ヨーロッパ、アラブ諸国及び、ペルシャ湾岸アラブ諸国連合並びに、南アジアの各1名を含む。1904年1923年 u s a キャリー・チャップマン・キャット1923年1946年、UK ・マージェリー・コルベット・アシュビー1946年1952年、スウェーデン・ハンナリド1952年1958年、デンマーク・エステルグラフ1958年1964年、スリランカ・エズリンド・ドラ・ニアガラ1964年1970年、パキスタン。 デガム・アフメド・イブラヒム1970年1973年、フランス・エディス・アンデプ1973年1979年、フランス・イレーヌ・デリップ・コースキス1979年1989年、UK ・オリーブ・ブルーマー1989年1996年、キリシャ・アリス・ヨト・ポーロス・マランゴ・ポーロス1996年2004年、 オーストラリアパトリシア・ジャイルズ2004年2010年、オーストリア・ロージー・ベルツ2010年2013年、オランダ・リダベル・ステゲン2013年、レイ・ギリシャ、ヨアンナ・マンガナ・ナライウは世界の50以上の団体を代表し、個人会員も多い。EU が与えられた国連経済社会理事会一般競技資格は非営利組織の最高位であり、欧州評議会では参加資格を有する。 イ u 代表は国連代表部のニューヨークと委員、ジュネーブ、パリ、ローマ、ナイロビにはストラスブールに常駐し欧州女性ロビーを通じて欧州連合において発言する。原国連本部代表スーミヤングユンには国連ニューヨーク女性の社会的地位非政府組織委員会の委員長を務める。イ u が最新の注意を払う対象に女性に対する あらゆる形態の差別撤廃条約並びに、不対事項の批准と実施があり、現状の課題として正義と、人権、民主主義、平和、暴力撤廃、健康に取り組む。初版の出版地は、ロンドン。発行期間は1917年から1920年。英仏二カ国語で発行され、フランス語版の出版地はスイス。ありがとうございます。